まあ、あの最後の晩餐っていう名前を付けたっていうのはあの、まあ、こういうような、えーまあ、時勢で、えーまあ、自分たちが、えーまあ、心配性でいろんなことを心配するからかもしれないですけども食べ物に関しては、まあ、食料危機が必ず来るなとであの土ももう荒れちゃって、えー、温暖化も進んで、えー、もう百姓結構大変なんですよね。 で暑すぎて何かかでできないいとか結構多いんですよまあそういうことも含めて、えーまあ、今みんながこう合成、えー、にいろんなものを食べて、えー、食べ残してっていうのはもう幻じゃないかなと思って、えーまあ、そういうタイトルつけてその全部真っ白の塩で作って、えーまあ、食べられるもんじゃないんですけども、まあ、あのまあブラックジョークじゃないですけども。 そういうい形で塩かっていうとこれはオーストラリアで作った作品なんですけれどもオーストラリアのそういう割と乾いてるあの地域でえとそのイギリスから植,植民地でその入ってきてそこをあの灌漑事業が始まってそれによってえ木も伐採されてえその地下水がこう あの地面の方に上がってきましたでその地下水の中にはあのすごく塩分が、えー、多くてでそうすると、えー、その塩分すごい強い水が川に流れたり、えー、土の中に入り込んだりしてあのそうするとそのすごく破壊があの起こりますまあそういう意味でその塩っていうのは、えー、その新生な力もあるしその破壊するっていう力両方 その力があ,のあると思うんですけれども、まあそういう神秘的なあのこう雰囲気を出しながら、まあその環境破壊、えー、その農業のやり方、えー、とその環境に対する影響みたいなものをあのこう考えて作った作品です。実際にあのレオナルドダヴィンチの絵の中で。 あのその、えー、裏切り者とされたユダが、えー、あの塩が入ったカップをね倒してるんですよですよ、ね、でまあそういうのも、まあ、描かれたりとかしてそれはなぜかっていうと多分その塩は聖書の中にもすごく意味深いあのメタフォーみたいなのがあるみたいなんですね。うんあとは、まあ、自分たちは何,を何に影響されたかっていうと。 えーまあ、聖書もあるんですけれどもその生物画っていうのがすごいあってあの生物画はいつできたかっていうとやはりその近代的な農業のやり方ができるようになってあのみんなすごいいろんなものが食べれるようになった時代なんですね、まあ、そういう意味でその生と死みたいなそういうものがすごく生物画の中には描かれているんですけれども、まあ、その歴史も面白くて。 あのそれ影響を受けてあのこういうテーブルみたいなあの形にしました生物、まあ、画をすごい,あのい,い意識して作ったんですねその生物画っていうのの,の歴史は本当に先ほどあのジュレイが言ったように面白くてその、えー、中世時代にあの植民地主義であのヨーロッパの帝国がバーッとこう広がっていった時に あのいろんな食べ物を輸入して入ってきて、あの、えー、食べ物の大革命が起きたんですね。で、いろんなあのエキゾチックなそういう食べ物が食べれるようになった。で、その時に今まであの蜂蜜で使ったのが砂糖に変わったりとか、まあいろいろんな意味であの食べ物があのなんていうんですかね、えー、あれが変わっていって思考が。 でその時にまあ皮肉っていろんな何て言うんですかねあの絵が出きてきたんですけどもその時にもやっぱりその現代美術的な批判的な意味も込めた絵だったんですよねだからまあ自分たちが違う形の生物画として今のこれを展示しているっていう感じになるかな。 ちょうどその時はあの宗教そのクリスト教世界から、まあ、もっとこう物質主義的な世界に変わる時代だったので、まあ、それに対する批判もあったりしましたね生物画の中には。前作になった作品が「スティール・ライフ」っていう作品で,でそれはもうあのせ、まあ、英語で言うとスティール・ライフ日本語で言うと生物画なんですね。 もともとはやっぱりその中世時代の,あの批判的精神で描いたあの絵を、まあ、今の,あの時代にどういうふうに作り変えられるかという挑戦でもあった